ジライヤ合決単は、天保10年から明治元年に刊行された合刊。作者は、下作者の水垣笑顔。全編通じて、泉谷一兵から出版された。主人公はジライアを名乗る。江戸時代後期の天保10年から明治元年にかけて、刊行され続けた。43編からなる長編の合刊作品で、作者は4代にわたっており、水垣笑顔、一筆案。 八木下邸、てえ、柳ねかず、やの順で書き継がれていった。差し絵は、宇た川わくら浮世絵師が担当しており、計七人が担当している。か家定期部が、文化3年に刊行した、特本、地雷なり説話が設定の基礎となっているが、一筆案が作を担当したシーズンからはカエルヘビ、なめくじの三ンスクミを廃した。 登場人物の関係が設定され、物語の幅が拡大された。他の長編化された合刊作品と同様に、一年ごとに同時発売される2から3編ごとによって、世界設定や細かい展開には、若干の差異や錯誤も見られる。これはその年その年ごとに趣向を凝らした展開を出して、読者を楽しませていた長編合刊作品に特有のものであり、 物語や伏線を全編通じて展開させて読者に読ませ続ける特本などの書き方とには根本的に仕組み異なっている。主人公はもともと、非五国で栄えた豪族の子孫である、尾形天音場博之で、品濃国で育つ。その後、来獣を退治するなどしてその有力の頭角を表す。その後、ガマガエルを操る妖術を身につけ、ジライアを名乗り、 各地で活躍する。後にはナメクジを操る術を使うツナデ蛇ヘビを自在に操る、宿敵大ジャマルも登場し、三す組の展開を繰り広げる。ジライとツナデたちは一時、オロチマルに敗れるも戦闘を続ける。後半は、ヤギ下帝、タネカズの意向を受けつつ、柳水帝タネキヨによって43編までが、執筆されたが、明治維新を挟むなどして、以後は、 合刊として続編が出版されることはなく、未完となった。開園5年には、川竹木網の脚色により歌舞伎、地雷や豪合決話として上演されている。また、人物設定やストーリー展開は講談によって、明治以後も享受され続け、1921年の、牧野昌蔵監督映画、合傑地雷やなど、忍術者として多く映画化もされた。 ありがとうございます。